Okey. Merhaba Leyva, kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi The First'ün 4. bölümünün direkt 1. partını izliyoruz. Dilerseniz geçelim. Zaten yarışmayı izliyoruz. Çok da güzel geçiyordu. En son direkt seçmeler olmuştu ve dans seçecekleri falan bölüme gelmiştik. İzleyelim, görelim nasıl olacak. Bakalım daha fazla The First'la ilgili video istiyorsanız veya The First'la ilgili fark etmiyor da Japon popu ile ilgili video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Let's go! Yanlış söylemiş. Okey, farklı bir intro bu arada. Different bir intro. So too late. Sanata göre. こちらで6グループに振り分けた形でのグループでのパフォーマンスの審査になります。OK。Bir anda işlev oldu ha. Ah, Shota! グループのパフォーマンスを見たいっていうのはありました。まあ、最終的にデビューするのがグループである以上当然なんだけれど、やっぱり24時間で初めて会った人と振りを入れて歌い分けをこう。Bir tane BOMG bir OMG bir tane tişörtü hırkız falan almayı düşünüyorum ileride. Belki olabilir. Neden olmasın? Tişört veya bir first ile ilgili olsun, bir MOG ile olsun. Alabilirim belki ileride. Hiç bakmadım nereden satılıyor falan, merch'üne falan ama bakılabilir. Çok güzel de çünkü gözüküyor. 普通のことではないので、まあ本当に、ただ自分としては現段階でどこまでできてるかを見るっていうくらいなので、エゴの要素も見たいし、逆に他の人がこう立つことを喜ぶ心、すべては音楽を愛する心や音楽を一緒に鳴らす仲間を立つことを喜ぶ心、すべては音楽を愛する心や音楽を一緒に鳴らす仲間をこう愛する心。の片鱗が見れればいいかなっていう。あくまでも三次審査は本当に完成されたものを見るというよりはその片鱗を見るための審査なので。リーダーお願いします。F チームリーダー保つ、はい、でどうだろう。そういう空気になるよね。そういう空気になるよ。E チームがまあ悩んだんだけどラン君、はい、お願いします。はい、おいたいたいた。ランくんお願いします。オッケー。B チーム。カジ君、で C チーム小沢君、はい、B チームリーダーソータ、はい、で A チームは、ね、龍平にお願いしようかなと思ってます。ソータでルイエイ、おお、ルイ、エンゲージしたリーダーになるやん、わお。各自なんか素敵なパフォーマンスを明日見せてくれると嬉しいです。明日もあるので体力に相談しながら明日いいパフォーマンスを見せるためにどういうのが正解かっていうのをみんなで話し合ってくれればいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします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 。よろしくお願güzel güzel güzel. Acaba şeyler, kesitler burada mı yoksa farklı bir videoda mı? Farklı bir videoda olan çünkü performansları var, görmüştüm mü? Helal. Herkes işinin başında bu arada, hoşuma gitti. Kesinlikle evet. Müzikler çok güzel bu arada. Çok beğendim ya. Okey. Sky High. Kırayı. Kanaşı.
か、まあ、喜怒哀楽でくくれない感情を歌っている。I am doing a bad emotional shark。ただ上辺だけで楽曲をなぞったら、クオリティとしてもアーティシズムとしても悲惨なことになると思うんだけど、ちゃんとその歌われている内容や楽曲のアプローチに対して哲学的に解釈をして自分のものとして吐き出したとき、彼らはすごく魅力的に映れる楽曲だと思います。なので、超絶表現力が求められるのがセクシャルヒーリング。よろしく。The Ice. Bu grubu dinlemiştik sanki ya. Görmüştüm ya da sanki. やっぱりパフォーマンスの爆発力がものすごい求められると思います。勢いよくノリノリなシーンから一気に落として、落としたとこからまた爆発的に盛り上げるみたいな、まあ、本当にボーイズグループの、鉄板的な曲展開ではあるんだけど、そういった爆発力、パフォーマンスでの爆発力が求められるのが、CD チームのバックトゥバック。 OK。 OK。 Böyle bir şarkı mı varmış? Grubun ismi ilk defa görüyorum bu arada. BF チームはその実体験にすごい重ねられると思うんですね。今自分たちが置かれている状況と楽曲が歌っていることが非常に近いと思うので、そこで共感できる力、楽曲に共鳴する力、ちゃんと音楽と真摯に付き合えたら EF チームの楽曲をやる子たちは音楽と共鳴できるんじゃないかなと思うし、多分彼らの心情にリンクしてくるのではないかなと思いました。見えばいいかな。あらあら、danslar biraz sıkıntı ya. Kanzenli mi keken nano ga Asahi ga. Ya kıyamam. Sore ga şimpai. Odori nagara utau tte yappa ikko tokushu ginou da kara ne. Sore wo wasere gachi nan da yo ne, ore mo ne. Çocuğun sesi çok güzel de daha sonra kadar iyi değil. Sıkıntı biraz. Bakalım nasıl olacak. どう判断するのが正解かは、伸びそうだなっていう勘に全てかけていいものなのかとか、そういうあと何のスキルをこの場で重視するか。頑張れスカイハイ。ちょっと複雑です。やっぱりす çok böyle kendini dışarı açan bir insan ya. Çok samimi birisi. Direkt kendini ifade ediyor herkese yani. Ne düşünüyorsa direkt aktarıyor bu. Çok güzel bir şey. そうだね。やっぱ。こうなるかな。Bak, ne? Bakalım usta. Okay. この方も一緒なんですけど、こう複雑にこの曲ってフォーメーションが動くんで、そこの調節が難しい。その一部。なーい、ロギーやばい。ジェスター、見てるね。お兄さん。位置は多分、まあ、ある程度形とかは定まってると思います。この位置だけ。いじむ ruido だよ。積極的にやってくれて、そんなバラバラするわけでもなく、コミュニケーションはこっちです。いい、いい、ユザン。みんなで揃えて、V字になるところの、振りがあるんですけど、そこの振りがすごいみんな揃ってなくて、その一人一人揃える必要があるから、そこが一番不安ですね。ベラベラ楽ちょずんや。この色難しいですよ。歌唱審査も終わって、まあ
明日グループでのパフォーマンスに集中する一日になると思うんですけど、気合を入れて全力で取り組んで仲間とも協力してっていうのを意識していきたいなと思っています。ポンチキ、いい、ルイキショウタ、ショウンとアニアルダ。もうすぐ気持ちいいエンジンじゃないですけど組んでこの5人で合宿行こうっていうか、そういうモチベーション。いや、やっぱリーダーのソータは踊りのスキルももちろんあって、ちゃんと客観的に踊りを見れる面もあるので、すごい頼りになります。一回止まる？やばい。一回とりあえず今日はそのリーダーにちょっと一回そのまとめた変わった振りを一回動画で残して。リーダー、そうですね。あれ発表された時ってどんな感じの発表だったの？急に B チームリーダー、急に B グループリーダーっていう僕にしかないところっていうのもすごい大きいとは自分でも自信があるんですけど、バクセンっていうところも大きく出ちゃってると思うので、だそこは心配なんですけど、やっぱ任せていただいたからにはその自分があのグループに対していい影響を与えれるものはもうどん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 与えていきたいなっていうふうに思ってます。えぇ、ー、シェイブリギュレマディッケ、すごいね、うん、特に誰がってこともないね、うん、少しシュントがおとなしくなったぐらいだ。オッケー、いい、だからでも旬、いいね、いい環境っぽいね、パワーバランス、うん、絶妙な、フェイキこのチームはそのもともと順位だけじゃなくて実力派が揃っているチームなので、なんかちょっと圧倒的だねっていう感じを見せてほしいところはまあ正直あります。悲しいことにあの他のグループと一番違うのは、圧倒的だねって思われないとなんか期待してたことじゃないかもねって思われる可能性もあるのが、こういう実力派が集まっちゃった時の危険性だから、なのでちょっと圧倒的なものを見せないとやばいっていう気持ちでちょっと望んでほしいかなと思います。そんな感じ、ごめんごめん、ごめん、お邪魔しました、ありがとうございます、ありがとうございました。 OK、 いいです、ビオレギディ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 、アジュン OK、 キマービズモルダマナト、マスターマナトのビジュアルちょっと良いよ、ボラダあ、エディボイドオルダ、Eddie Boy'un bu ara şarkını dinleyelim mi, istiyor musunuz Eddie Boy'un şarkını dinlememizi? Güzel şarkılar çıkartıyor, ben gördüm geçenlerde. Bakmak lazım. Yani, Japonya'da askere gitmek kaç yaşında başlıyor? Yaşı kaç abi? En geç kaçta gidebiliyorsun veya? De kaç sene askerlik yapıyorsun? O da önemli. Da. Çoşu da o. Çoşu değil mi? Tıkarete mi? Yok. Yok yok yok. Tıkarete, tıkarete tosen da var. İke so? Mada. Kosei ga muzukashi kyoku nanode. Back to back kosei fukuzatsu da yo ne. Evet. Maji de so. Ya Manato çok tatlı. Kawaii. Omoi kitte yatchatta hou ga ii basho kekkou aru to omou yo.ずっと踊り続けなきゃいけないということでは本当にないから、はい、極端な話だけどあのパフォーマンスとしては A メロ最初に歌う人が普通にこうずっと歌ってる時に後ろ4人フリーズ、あの後ろ4人ずっとフリーズしてて
B メロから踊り出すとかでも絶対成立するから、あのちょっと止まったら OK ダイエットしてっていいと思うよ。でフリーズ自体はちょっとは入ってるじゃん。だからこれだったらここ踊りたいなっていう場所あったらそれを調整していくっていう作業で全然いいと思う。一回あの自分たちで思ってる以上に削っても成立すると思う。たまん、ペケ、それがキャッチだから OK とは思う。はいはい、そんな感じです。はいはい、ちょっとじゃあまた、ありがとうございます。こちらこそスカイハイヤー、チョクジャンヤ。2日間でなんかあのパフォーマンスを完成させなきゃいけないな、いけないっていう時にまとめる人が重要だと思うんですよね。僕それぞれ戦いだけどやっぱいいものを作りたいから、ちょっと責任感を持って頑張りたいと思います。なんでばっかの、kimler var burada? İyi, bizim minnak burada. Mizuguchi burada. Bilmiyorum ya, bakalım. Zor gibi bir 10. Çok kısa süreleri var yani, bakalım nasıl yapacaklar. Bu çocuğun şey güzeldi bu arada ya, performansı güzeldi. ya. Rap'i falan zaten manyak derecede iyiydi ya. Çocuk yetenek dayası. Yerim ben seni. Tabii ki. Çok da güzel konuşuyor. Hani anlatıyor böyle. Kendisini ifade etmesi çok güzel. Çok olgunlaşmış biri gibi duruyor yani. してしまうのね。あんま気にしないよ。ジャンプするところから行きましょう。すごいね。大輝すごい。ちょっとびっくりしてる。大輝すごいな。しかも本当にリアルに一番見えてるし、俯瞰で。横の揃いとかって他の人見てると。いやー、ヘラルな大輝。ヘラル。思うんだけど。やるとあんなに難しいもんなくて、だって自分前に行ってる時に相手後ろに下がってるんですよ。でそこが揃ってるか揃ってないかを一瞬で判断できるのって外から見てる人だけなんだけど、それできてるんだよね。だすごいですだから経験者を中心にリーダーに配置してたんだけど、まさかその総務省の待機が一番できるのは、ちょっとねビビってる。いやいい。Bizden kim var lan burada? Bizden biri yok. こう三次審査来た人たちだけにやっぱり熱量が。やっぱあるので、こうすごいみんないいペースで、それがちょっとベイビーフェイスや、ユズちょっとテメス任されたので、そこはまずこう、まあ、ダンス経験者として引っ張りつつサポートもしつつしっかりこうフォローしてあげるってことが大事なのかなって思います。ヘラローすんな。で多分ここの2人は、角2人はここでしゃがむんで気持ち離れてたらいい。そのリーダーの結構スパスパ言ってくれて、でこうしようこうしようって言って、みんなもちゃんと分かった
っていう風な流れができてるから、すごいスムーズでいけてるなっていう風には感じてます。で、自分はもうそんなズバズバ言わないで、まあ、本当に思ったらパッと言って、で、本当に分かんなかったら助けるっていうような役割でやっていこうかなっていう風に今そのグループでやってて考えてました。 OK。Baya zor gibi gözüküyor ya. Bakalım çocuklar ne yapacak. Bu reis kim bu arada? Bu çocuk kim abi? Değil mi? Yeni başlayanlar için. Baya zor gibi gözüküyor, evet. Allah. Lan Reiko. Çok tatlı. Kıyamam ya. Ga 一番下手だから他人と比べるんじゃなくて、もう自分と戦うように頑張る。いや、戦い。リコ。その番号を言うんだけど、1だったら1のところで、1.5 って言われたら1と2の半分のところで立ってください。多分ね。Okey. Baya sıkıntılı ya. Helal. Okay. Peki. Yapabilirsin ya. Fiyat takımında kim var? Junon var. Leo var. Aynen bizden. なのが朝日がちょっと萎縮しちゃってるから、うん、いやそれが心配、うん、悔やまん。やっぱなんかリズムに乗ったりして踊るのはすごい楽しくて、でもやっぱなんか自分が一番迷惑をかけているので、もう今日の夜とかもすごい練習して、いや明日には完璧にできるようにしたいです。Abi bir günde her şey pat diye öğrenmeye çalışıyorlar ha. Bayağı zor aslında. ここでこう教え合ってたりとかするのを見たので、リーダーって言われたんですけど、特に僕が頑張らなきゃっていうよりはみんながやってくれてるので、いいチームじゃないかなと思ってます。なので年齢は幅広くて、下は中学生、中学3年生なんで9個ぐらい離れてると思うんですけど、空気感みたいなものはなんかギスギスとかいいじゃなくてなんかいい空気感なんで、いいチームじゃないかなと思います。あ、ごめんごめん。これだと支配ですかね。
これぐらいで、ワンちゃん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 、あのここはほら、朝日くんとかジュノンとかそんなにダンス経験がないっていう子もいると思うし、まあ、ジュノンやジュノンやヒロムとか年齢の幅も広いからそこら辺経験者がどこの部分は絶対に踊ってもらうのかとか、逆にどこの部分は逆にこれ踊んなく方がパフォーマンスとして上なんじゃないみたいな判断を冷静にできる状態にしといて、特に経験者のレオとタモツは一回全体の完成図を今日寝る前に絶対想像してみて、はい、まあ、特にタモツかこの場合リーダーなのもあるから、こういうパフォーマンスが完成図だっていうのを想像するのは絶対今日中に宿題として、はい、で明日はそれを共有してパフォーマンスの精度を上げていくっていうのに集中していったら間に合うと思います。なんかバイブス良さそうだし、はい、楽しみにしています。ごめんごめん、お邪魔しました。ありがとう。これ貴重な練習時間を、ね、本当に使ってしまって申し訳ない。Direkt Sky'da o kadar iyi bir insan hiç böyle bölmüyor, anladın mı? Zamanlarını fazla anlamaya çalışıyor yani. Bütün gün var ne çalışıyorlar he. お疲れ様です。どうでした、まあ、振り返ってみてというか、振り返るあれでもないですけど、いや、いろいろあるんですよ。世の中に出ていない才能と才能がなんか変にぶつかり混ざりしてるから、ちょっと信じらんない。もうなんか俺も現実感ないとこあったし、ただどうしても現実に引き戻されなきゃいけないのは、明日にはもう人数決めなきゃいけない。やパルスンズやパルスンズ。パフォーマンスをするっていうことは、他の人がマイクを持ってる時にそこを尊重しないといけないし、てかそもそもそのこの短い時間で完成まで持っていこうと思ったら、いろんな人のいろんな意見を尊重しないといけないし、でも自分が思う正解を提示しないといけないし、短い時間で見せきるスキルがないといけないし、2行の歌でおこいつかっこいいなって思わせるってやっぱ相当なもんですよ。しかも人が作った曲なので、同時にいろんなものが見れる。2分で全てが決まる。もう一回言ってくれないかな。いやー。オースン、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 オースン。ラッ！ Biraz sakindi, biraz chill geçti. Performanslara falan başlayınca daha güzel olur diye düşünüyorum. Dar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 a. And where? Where? Evet guys, videonun sonu diyelim. Daha fazla D-First'la ilgili video istiyorsanız video beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bye bye.